アマは大韓民国において海に潜って海類や海藻を採集する漁をする女性である。チェジュ島が韓国では最もアマ登録者が多い。チェジュ島でのスモグリ漁の記録は5世紀に遡るとの主張があり、その当初は男性の仕事であったとされる。朝鮮半島の女性によるスモグリ漁が一般化したのは17世紀に入ってからであり、18世紀には 男性のアマを上回ったとされる。1879年に日本アマによる朝鮮半島沿岸への失業が始まっていたが、1895年にはチェジュ島アマも朝鮮本土へ進出、やがて出稼ぎ先は中国、ロシア沿海州日本へと広がった。1970年には1万4000人を超えたが、高齢化で年々減少。 2012年末で4574人となった。8割が60歳以上であり、男性のアマを含む潜水漁業従事者の所得向上や創業環境改善が計画されている。チェジュ島のアマは、三重県鳥橋や石川県輪島市のアマを訪ねる日韓交流を続けており、また、三重県のアマがチェジュ島アマの祭典に参加したことが伝えられている。 チェジュアマ文化には、アマの技術を、はじめ海の生態環境に適応して蓄積された、長い経験や知識、アマの安全を祈願する儀礼などが含まれるとして、2012年に、韓国の無形遺産として登録された。さらに、チェジュ島を中心とするアマ文化は、韓国の代表的な無形遺産であるとして、韓国政府は2013年12月、 国連教育科学文化機関無形文化遺産への登録を申請することを決め、2016年に登録。さらに、国連食糧農業機関による世界農業遺産への登録も目指している。2015年の韓国の SBS スペシャルは、韓国のアマの認識は、過去の男性が主な経済社会活動の階層であった時代から、学びと、 経済活動の機会がなかった女性の唯一の経済活動だったと認識されている一方、日本ではアマを職業として見ることができると報道している。番組では、経済的待遇でも日本に出稼ぎに行ったアマは1日2時間の労働で500万本収入の一方、韓国国内のみでは20万ウォンしか稼げないという現実からアマの認識と待遇が両国であまりにも違うとの 韓国人アマの声を伝えている。2019年に韓国国内の保証金制度目当てに男性や海に潜ったこともない女性がアマだと登録して300万ウォンから多くは4600万ウォンの保証金を得ていたことが発覚した。ウルサンウツ州軍では村長を含むタクシー運転手や満喫経営者、警備員、末期患者など130人が 村単位でアマとして登録していたことで14億ウォン近い保証金を受けていること、漁業保証ブローカーの存在が発覚した。この村ではアマ登録者の79%が男性を含む保証金目当ての男女だった。摘発した韓国警察は保証金目当ての登録が他の地区にも蔓延しているとして調査に乗り出すことを発表した。ありがとうございます。